馬車庫2010年5月、撮影エヴァ車庫は、広島県広島市中区エバ西一丁目にある、広島電鉄の路面電車の車庫、及び広電バスの路線バスの車庫である。なお、電車の運行管理を行う、電車事業本部、電車営業部エバ出張所も併設されている。広島電鉄エバ線エバ電停の先に位置する。校内には、電車の車庫、バスの車庫も併設されている。 広島電鉄の車両基地。市内線の車両が在籍する。超低省電車のグリーンムーバーがドイツから空輸された。際、広島空港からエバシャコに搬入され整備された。また国産超低省電車のグリーンムーバーマックス、線形、5200型もエバシャコへ搬入、整備を行っている。 エヴ車庫に留置されている156号と653号2004から2005号及び3501号が留置されている。広島駅八丁堀上谷町東、西東下市町戸橋船入本町、船入川口町エヴ横川駅別院前から東下市町、戸橋船入本町船入川口町、エヴ八丁堀女学院前引く、出典園前引く、家庭裁判所前から、 白島江ヴ船入本町、土橋、東菓市町、神谷町西、東、八丁堀、白島、白島、八丁堀、神谷町東、西、東菓市町、土橋、船入り本町、江ヴ白島、線への改装のため運転される。また、八丁堀を出ても9号線のまま、平成30年5月14日のダイヤ改正により、広島ヘリポート行き及び南関音7丁目行きが、廃止。 関音新町三丁目行き新設。また、始発繰り上げ、最終繰り下げが行われた。合わせて、関音新町三丁目行き深夜バスが平日一便、設定される。また令和4年3月13日のダイヤ改正により、広島ヘリポート行きが廃止全便、関音マリーナホップ行きと、関音新町三丁目行きになった。かつては、牛田明江場方面。 牛田あずまエ方面の2系統で運行されていた。牛田東でのバス発着は、当時の広電、牛田店横に設けられたバス展開場で行っていた。牛田早稲田の宅地造成が進んだ1982年より、牛田早稲田団地まで路線が延伸され、現在に近い路線形態となる。広島バスと共同運行。広島市江バ山気象館。ありがとうございます。